イオングループイオンマーケットピーコックストア、氷が丘店、ピーコックストア、千里中央店ピーコックストア用光台店、イオンマーケット株式会社は、関東地方にて、スーパーマーケットチェーンのピーコックストアを展開する企業である。元は、J フロントリテイリングの参加企業、株式会社ピーコックストアとして営業していたが、2013年4月の株式譲渡に伴い、 イオングループの一員となり、称号もイオンマーケットに変更された。なお店舗名としてのピーコックストアはイオングループ参入後も維持されている。ピーコックとは大丸の CI にもあしらわれている苦弱を意味する。開業当初の大丸ピーコックは珍しい食材や輸入品が充実した高級スーパーマーケットであり、またオイルショック当時に発生した買い付け騒動の代表格である。 トイレットペーパー騒動の発端を作ったことでも知られていたのトイレットペーパーの特売日と重なりその映像が全国に広がったことが発端とされている。2007年9月、大丸、松坂屋経営統合が行われた。これを契機に同グループ内の事業整理、ブランド統合を目的として2008年9月1日、旧大丸系である株式会社、大丸ピーコックが旧 松坂屋系の類計画者を、九州合併、ピーコックストアに称号を変更した。ピーコックストアに統合時、大丸ピーコック、松坂屋ストアで運営していた店舗の屋号はそのまま維持されたほか、社名と同じピーコックストアやディスカウント形態のピーマートなど新形態の屋号の店舗も出店した。二0 1三年に行われたイオンマーケットへの称号変更の際、 ピーコックストアなど、大丸、松坂屋の表記が含まれない、店舗屋号は維持されたものの、大丸ピーコック、松坂屋ストアの屋号で営業していた店舗は順次、ピーコックストアへ、統一、5月1日からは、レジ袋などの消耗品、店舗掲示物からはすべて大丸、松坂屋の表記を消去した。エクセピーコックは2013年7月31日に、 グランデュオ・カマタ店が閉店したため存在しなくなった。2014年3月31日をもって愛知県から撤退、県内の2店舗は閉鎖、残りの6店舗はマックスバリュー、中部株式会社へ譲渡された。また、近畿地方については、奈良北、生駒店が2015年8月31日をもって閉店したことにより、奈良県から撤退し、既存店舗も 京阪神エリアにおける食品スーパーマーケットの店舗も大再編に伴い2016年3月1日付で2店舗を閉鎖し残りの23店舗を同じグループ会社の光用へ譲渡され近畿地方からも完全撤退したかつての親会社だった大丸の一部店内において引き続き百貨店事業部として営業を継続しているその他各店で 各金券類が利用可能である。いずれの金券も店内の一部テナントなどでは利用できない場合がある。当社は首都圏の一部に37店舗を展開する。各都県の店舗数は以下の通り。店舗の詳細は公式サイトを参照。特筆事項のある店舗を示す。ありがとうございます。